さん、すいません、今ちょっと時間ありませんか？お金も払うし、何でもするんで。愛するゲーム、すいません、愛してる。どうもスーパーラバー、今回の客はラブトラップ来ました。いやー、浮気ってどうしてもしちゃうよね。それでよろしくお願いいたします。彼氏に見せるらしいの、やっぱり俺たちをね。俺たちを見せて、その理由はやっぱ牽制するらしい。え、それを見せたら彼氏はなんていうの？見せるスーパーラバー、本質は触れないんだ。じゃあもうそれ黒じゃない？友達が言ってるでしょ。でもまだ見てない。じゃあ僕もし浮気しちゃったら彼さん、そしたらもうこの子とデートしてください。どう？それどう？じゃあこいつ。お願いします。お姉さん、すいません、今ちょっと時間ありませんか？はい、私ちょっと友達と約束してたんですけど、さっきドタキャンされちゃって。はいはい、本当に困ってるんですよ。助けてもらったりとかできないですか？いや、どうしよう。何でもするんでって。何でもするんで。はい、いや、どうしよう。なんで逆に。硬いね。ね、意外とちょっとスモッとしたか、そういうふうに思ってんのかな。友達と約束したんですけど、断られちゃって。お金も払うし、何でもするんで、一緒に時間潰してもらったりできないですか？いや、どうしよう。本当にお願いします。まあ、いいよ。え、言ってくれるんですか？いいよ。予定大丈夫でしたか？いや、俺も友達にドタキャンされて。行っちゃいました。どこ行ったの？カラオケ行こうって友達と約束したんで。カラオケでもいいです。まあ、利用してみたら感じだったの。いや、浮気じゃない？それが気じゃないか。こんなさ、誘われるの初めてだからさ、マジ女神だわ。マジ俺の救世主、女神と思ったの。女神さ、
言われたことある。ちょっと臭いね。ちょっと臭い。私でもすごくタイプだったんですよね。すごくタイプだったんですよね。爽やかで。マジで。嬉しいな。そんなん言われるの初めてだ。でもなんかちょっと社交的な感じだね。なんかちょっと鼻の下伸びてないですかっていう。なんかちょっと鼻の下伸びてないですか。え、全然伸びてない。全然伸びてない。もう伸びない。すごい。絶対伸びてる。ちょっとスケベなこと考えてたりしないですか。スケベなこと考えてないですか。ね、考えてないって言ったら嘘になるよ。嘘だよ。嘘。私のどの辺がいいと思いました。いやもう普通にさ、だって目大きいし、唇もなんかクリッてしてるし。でも彼女さんは相当美人。いや、そうっすよ。いや、そうだよ。可愛いのに欲張りなんだな、やっぱ人間なんて。髪黒し、めっちゃ俺のタイプなんだよね。愛してるゲーム、すいません。愛してるゲーム、愛してる。うわ、まあまあ男性としては分からなくもないけど、まあちょっとな、複雑な状況だな。そうね。ちょっと待って、ロシア早いから、もう消えちゃった方がいい。痛い、それも出ますか。彼女いるかどうか聞いてもらっていい。彼女さんっていらっしゃるんですか。電話でシーンを確かめる。まだ座った座った座った。まあでもあんまり座ってんの。
これをもう一人で歌ってて、一人二個ね、チャンネル登録およびツイッターのフォローの方もお願いします。お願いします。